皆さん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はね、学校から帰ってきて宿題をしたいと思います。ということで、今回はね、雑談と勉強の、まあ、組み合わせの動画ですね。ということで、今回はね、話しながらね、宿題をしていきます。で、今回はね、ドリルをやります。いやー、めんどくさい。で、今分数をかける計算とか、分数と小数と整数の掛け算引き算、掛け算割り算をやってるので、苦手な分野なんですね。なのでですけど、頑張りたいと思います。で、ちょっと学校から帰ってきて髪がね、ボサボサなのはちょっとご了承ください。ということで、今からやっていきたいと思います。はい、ということで、今からやっていきたいと思います。ね、こちらの隣にあるね、ドリルをね、どんどんこっちのノートで解いていくっていう感じです。それでは、やっていきたいと思います。まずね、18。で、ね、まず、もう6年生になって、勉強はどうですかって感じなんですけど、ですね、新しいことができるので楽しいんですけどね。難しいです、やっぱ6年生となると。で、社会とかだって次からもう歴史に入っちゃうんで、いやー、私暗記系苦手。いや、暗記系の方がまだいけんのかな。いや、暗記系苦手なんです、ほんとね。だから、ほんと頑張らないとこれから全然追いつけなさそうで心配ですけど、まあでもテストの点数とかはいい方だとは思います。平均よりかはいい方だと思います。はい。で、保険のテスト、保険のテストは100点を取りました。わー、すごい。保険だよね。いやね、保険100点ってなんか嫌じゃない？気分的にも。なんか嫌だよね。あと、最近全然100点取れてなくて、95とか90なんですよ。この前だって、社会のテスト95点で、漢字ミスって間違えたっていう、超バカなことをしたのね。私、本当に書いてあったの、テストに。なのに間違えたっていうね。そういうミスばっかなんですよ。答えは合ってるのに、なんか漢字間違えるとか、答え欄に書き忘れたとかで間違えちゃって。ほんとね、やってるよね、私。ほんと。でもまあ、から、ついてはいけているのかなって感じですね。OK。あ、で、あと、7分の4かける1と5分の4。クラブが決まって、確か、リミが、折り紙だったかな？折り紙クラブ？ひたすら折り紙を折り続けるっていうクラブで。あと、私が、室内スポーツっていう、体育館でとにかくバレーとか、ドッジボールとか、とりあえず室内でするスポーツ、スポーツを室内でするクラブに入りました。いや、もう第一希望だったので本当に嬉しいんですけど、去年第一希望を室内スポーツにして、第二希望を卓球にしたんですけど、去年第一希望落ちちゃって卓球になっちゃったんですよ。それで今年もう一回第一希望に室内スポーツを入れたら見事なりました。いやー、素晴らしい。ということでね、もう念願だった室内スポーツを楽しみたいと思います。多分ドッジボールとかなんだよね、バレーとか。超楽しみじゃない？超楽しみなんだけどね、ほんと。で、私さ、この分数の計算
なんで苦手かっていうと、訳文とかし忘れちゃうんですよね、ほんと。だから、本当に訳文とか気をつけないといけないんですけど、どうしても忘れちゃって。いや、これ難しいね。喋りながら勉強って結構難しい。喋っちゃうと手が止まっちゃうし、手を動かすと喋りが止まっちゃうっていう、両立は難しいですね。で、今日木曜日じゃないですか。聞いてください皆さん。最近ですね、私ブラックシンデレラっていうドラマにハマっておりまして、いや、超久々にドラマにハマったのよ。ずっとアニメだったから、アニメ漫画、最近恋愛漫画、恋愛アニメ、違う、ずっとハマってたんだけど、恋愛ドラマにハマって今おりまして、今日木曜日で、今日放送なんですよ。で、見ようか見ないか迷ってて、はい、でも見たいと思いますね、ほんと。いやー、ほんと最近ハマっておりまして、ほんとリコちゃんは可愛いですよね、ほんと。やばい、喋ってたら全然手が、全然手が動かないんだけど。やばい、やばい、5問しか持たない。やばい、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 やばい。で、これで18番は、このこっちの右のページは終わりました。次にね、この左のページをやっていきます。下敷きはエイリアンと、リトルグリーンメンとかトイストーリーです。これはね、多分3年か4年の頃に買ったと思いますね。全然覚えてないけど、最近全然下敷きとか買ってないです。すみませんでした、買ってないんですよ。あ、間違えた。いや、ついに小数が出てきました。めんどくさ。いや、でも、こういうのは簡単ですよね。10分の9なんて。線引いちゃった。もうさっきからずっと分数やってたんで、線引く癖がやばい。で、今度6年生、今6年生なんですけど、なんか5月の27かなにテストがあるんですよ。その、なんか今まで小学校でやってきた勉強がちゃんとできてるかっていう。で、それがね、本当にね、だから1から多分5年生の範囲が出ると思うんだけど、本当に本当に嫌で、もう困っちゃいますよね、本当。なのでね、今のうちにね、しっかり勉強して、目指せ100点ですよ。目指せ100点。あ、そうだそうだ。あと、明日懇談会があって、
今年面談とか授業参観、あ、面談はあるのかな、授業参観はもうなくて、コロナの影響でね。ほんと、でも別に私たちにとってはもう会ってもなくてもいい気持ち。言っちゃまずいけど、まあ会ってもなくてもいい行事だから別にいいんだけど。ちょっとね、うん、あ、間違えた。なんで丸三の次丸六って書いたんだろう、私。おかしい。おかしい、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 おかしい。4番です。4×2.8。 いや、これほんと難しいね。喋りながら勉強するって。なんか、両方ともなんか頭に入ってこない気がします。はい。うるさ。めんどくさいね。かける、ほんとこれ約分がめんどくさすぎてやばい。3×1=3、3×5=15、2×5=10、2×1=2、めんどくさ。5分ので約分ができて、1/4で答えが4と。めんどくさいですね、これは。これどうしよう、ほんと答えが間違ってたら恥ずかしいね、これ。まあ、しゃべりながらやってるっていうのもあるかもだけど、これはもう確実にね、うん、言い訳としては聞こえなくなっちゃう。頑張ってやりますね。8で15になるのかな。で 10×8 と 12×15 とで約分して、5×3=15、8×2=4、2×3=6で答えは、私の字が汚すぎて読めないんだけど、8×3=9、2×4合ってるかな。よし、 OKOK、 終わった。はい、ということで、10分経ちました。見事ね、宿題も終わりましたね。
ということで、本当に両立が難しかったです。多分何回も言ってると思う、多分口癖で難かねこれって言いながら言ってると思うけど本当に言葉で喋、口を動かすのと手を動かすので、両方やるのは難しかったです。どっちも頭に入ってこないのどっちも頭に入ってこなくてでもね、はい、いろいろ話せていい機会になったかなとは思いますね。話してたかな、まあまあ、わからん、話してたかな、多分話せてました。はい、ということで今回はねこの辺で終わりたいと思います。ということで、それではバイバーイ。超くったらないこと喋ってた私多分ね、6年生になってテストが難しくなってみたいな。そんなブリコジだもん。いや違う、いやいやブリコじゃない。いや勉強が難しくなって、5月の27にテストがあるんですけど、いや難しくてたまんなくてあったみたいな。怖いよ、キモい。キモいね。みたいな感じで喋ってた。はい。皆さんお疲れ様です。いや髪がやばいねこれ。もう学校行くとこうなっちゃうんだよね。皆さんならないですか、こんな。学校行くと必ず髪がぐちゃぐちゃになるっていう。いや、俺さ、短いと髪あるあるだよね。結ぶと出てくんの。いや、そうでしょ。あるあるだよね。ということで、皆さん、バイバーイ。元気で。元気で。